ごちさんね、はい、しめじの目のこと聞きたいんですよ。進んだ網膜症がある状態で急激な血糖コントロール、ヘモグロビン A1C を月に 2% 下げると失明のリスクが高まる。そうですね、急激に血糖値を改善するっていうか、うん、その程度にもよるんですけども、うん、今まですごい高い状態は、例えばヘモグロビン A1C が 11% とか 10% の人が、うん、そのさっき言ったみたいに 2% も急激に下げるとなると、もう目の出血すると言われているので、で余計悪化するっていうこと。血糖値をすごい厳密に血糖値を改善させると、ここの初めの1年間1年半ぐらいですね、目の出血合併症が起きやすくなっちゃうんですね。なんでどうして？それは厳密には解明されてないんですけども、一応ソルビトール説とか、あとは難しい話なんですけども、プロテインキナーゼシっていうサイトカインみたいのと、あとは目ってすごい毛細血管っていうか、うん、細い血管の塊なので合併症が起きやすいっていうか、細い血管もあればあるほど、うん、腎臓もしっかりなんですけど、うん、細い血管の集まりで、そういった腎臓の豆みたいなのがあるので、一応目ってすごい特殊だと考えていただいていいんじゃないかなということですので、初めは、だから今まで悪すぎたのを急激に改善しようというのは、ちょっとまあやや無理な話で、うん、まあ、やや多分おそらく人にもよるんですけど、10年、20年すごい高血糖な状態でいた人が急激に一気に、まあ1日2日とかで、まあ極端な話なんですけど1ヶ月とかですごい強引に急激に血糖値を下げようと思うこと自体はやっぱりリスクなんですね。そもそもリスクで、例えばすごい悪い人って、まあ、残念ながら強化インスリン療法って言って、インスリンを使わざるを得ない。やっぱり先日話したように、もう膵疲労を起こして膵臓機能が落ちちゃうので、膵臓がやっぱり一日膵臓からインスリン出て血糖値を下げるホルモンなんですけど、それが枯渇しちゃってるの でそうするとその人によっては一時的、人によってはやっぱりもう全然膵臓機能が低下しちゃって機能不全になっちゃってて再生不能で、2型糖尿病でもインスリンせざるを得ない人が継続的にいるんですけど、そういった人が急激にインスリンを打ちまくって血糖値を改善急激にしちゃうと、まあ、僕も総合病院で眼科併設の総合病院で勤務したことあるんですけど、目も、まあ、水晶体ってレンズありますよね、その周りに眼球の中にですね、いわゆる棒眼水って、まあ、専門的に水生理食塩水みたいなのが浮いてるんですよ、水晶体って。だけどその周りが血糖値とともにですね、ちょっといろいろ相互作用を示しているので、だから高血糖な状態でいきなり下げると浸透圧の都合でもう焦点が合わなくなっちゃうんです、一時的なんですけど。でそうですね、ここにちょっとそのうまくは書けないんですけれども、僕もすぐちょっと、まあ、国家試験でもよく出てくるんですけど、とですね、エスティメイトのボールペンが浸透圧計算でできるんですよ。浸透圧っていう、浸透圧っていう、まあ、一応ナトリウム塩分ですね、と血糖と、まあ、プラズマグルコースですね、とあとはっていってですね、血糖値で、まあ、2と18とあとはちょっと忘れたんですけど2っていくつかな、ちょっとそれを足し算すると、例えば135だとすると、まあ、270ですよね。でこれが180、まあ、血糖値がすると10ぐらいで、こっちが大体5ぐらいだとすると、正常なこれが180だとして血糖値がすると10割っていわゆると10ぐらいなので、一応計算すると、まあ、285ぐらい正常に近いような浸透圧、だいたい290ぐらいが正常なんですけれども、これが仮にですね600とかなった場合だとすると、その血糖値ね、そうですそうです、18を割ると、まあ、約35ぐらいだとすると、これだけで270、135でこれだけで310ぐらいですよね。290ぐらいが正常だったし、血糖圧って結構その波富士の理論と同じように、やっぱりこれがやっぱりすごい高浸透圧になるんですね。そのちょっと難しいのは飛ばし合いますけど、高浸透圧高血糖シンドロームって言って、そういう状態も600とか800とかっていう風な世界になると、もう血圧血糖値がすごいもうぎゅうぎゅうドロドロになっててですね、まあ、これ自体が脳梗塞リスクとかそういうふうになるので、そういった状態いかに、そういう状態が経常的にというか持続的慢性的に続いている状態をいきなり、これを何年も続いている状態をいきなりインスリンとか、アマリールとかアマリールグルミビリドなど経口薬も結構強いやつあるんですけど、それを急にやっちゃうとやっぱりそれだけその破綻してしまうというか、一応高血糖ないし、それでもなんとかやりくりして高血糖の
状態になっていって、それで生きていこれたんですけれども、そういう急激にやると、やっぱりアンバランスが崩れて、やっぱり特に目は弱いので、それで出血しやすい。だから僕もあの高血糖な患者さんで、外来でもインスリンを使わざるを得ない人、一番初めに。の人はやっぱり眼科に紹介して、まあ、それで網膜出血症のリスクをですね、網膜症の評価してから、強化インスリンを強化して血糖強化療法というんですかね、早くその下げれるかどうかっていうのをやるようにしてますね。ある程度さん全部が全部ってわけじゃないんですけれども計算できるんです。この数字はでも大体もう僕たちももう10年前の以上の計算式ですけど、大体こういうふうに計算しているよっていう話はあるので、A1C も10、20とか、まあ、20はあまりないんですけど、15% とかたまにいるんですね。そういう人はゆっくりやらずに。なるほどね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。こういうことなんだよ。こういうのが出たら、ごちさんいいと思うのよ。すごかった。